皆さんこんにちは。フィンガータット世界チャンピオンのゲンゲンです。はい、今日もですね、僕と一緒に3分タッティング楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。今日のですね、テーマなんですけれども、これです。ドドン。ハーフタット。タットでこういうボックスの形がありますよね。これを半分にして、はい、使う。この角度をこう半分にして、いろんなところで使っていくっていうのが、このハーフタットとなります。で、非常にですね、タットと、こう、相性がいいんですよ。こう、なんかタットの合間にめちゃめちゃ入れやすいんですね。こう、入った後に、こう、行ったり、細かい音とかもめっちゃ取れる、すごい便利なものなんで、ぜひマスターしてください。では、早速なんですけれども、このハーフタットの練習どういう風にやっていったからいいかというと、腕をくっつけた状態で練習します。タットの真ん中、手首と手首をこう合わせた状態で拳を立てて、ここの小さい90度を作ります。左右で伸ばして、開く開く、閉じる閉じる、開く開く、これを左右交互に行ってください。実際こういう動きしてます。折る折る折る、立てる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 、腕合わせるとたった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 。ゆっくりやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。それでは、次にボックスで練習してみます。まずタットのボックスの形を左右どちらでもいいので作ってみてください。そこから肘と肘で腕を固定して、ハーフタット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 ですね。このように手の角度を変えていきます。いいですか？で、これですね、そう、これコツなんですけれども、イメージ的にグーパーってするイメージです。最初この角度作るの難しいんで、グーでいいです。ここからグーグーパーパー、グーグーパーパーって感じですね。からグーグーパーパー、グーグーパーパーのイメージで力を入れていくと、だんだん形を整えていくとこうなっていくんで、グーパー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 グーこんな感じですね。はい、いいですか？じゃあちょっともう一回やってみますよ。はい、ここからせーの、グーグーパーパー、グーグーパーパー、戻して、グーグーパーパー、グーグーパーパー、 OK でしょうか？ちょっとゆっくりやってみますね。せーの、グーグーパーパー、グーグーパーパ、戻して、グーグーパーパー、グーグーパーパー。はい、どうだったでしょうか？ハーフタット、この、タットの後にこのように、つけることによって細かい音を取ることが可能になります。タットで大きい音を取って、細かい音をその後に取る。これによって、緩急が非常につけやすくなりますので、非常に便利です。なので、ぜひこれを練習してマスターしてみてください。ご視聴ありがとうございました。